お邪魔します。ファントムハイブ伯爵はご在宅ですか？なに、君らが僕と遊んでくれるの？二丁拳銃かっこいい。どうぞお召し上がりください。うん、旧大天って感じ。僕の名前はチャールズ・グレイ。俺の名前はチャールズ・フィップス。陛下の秘書部官兼執事、よろしくね。もてなしていただきたいのはゲオルグ・フォン・ジーメンス卿。いいの、そんなこと言って。ちなみにお目付け役として僕も参加させて。なかなかできるな。だがまだ服の乱れ。何それ。万が一に対応できてこそ一流。ありがとうございます。綺麗にできた。お初にお目にかかる。ゲオ、いい匂い。一杯くれる？ではビリヤードでもしていうか、普通に考えてこの中の誰かが犯人なんじゃないの？足跡残るんじゃないの？窓にも鍵かかってるし。まあまあ、お二人さん。僕もそこにいたよ。俺もです。あとフェルペス。ということでは君が最も怪しい人物ということになるよね。僕たちちゃんと生きて帰れる保険が欲しいんだよね。だからこの鎖でつながって伯爵。まさかこんなことになるなんて。ここに置いとくと傷んじゃうし、早いとこ移動した方がいいかもね。はい。あるいは生死も確かめず連続で攻撃したか。1回より2回連続の方が確実に仕留められるしね。なるほど。まあ確かにね。いつまでも死体囲んで。いいまり。君たちはそれの後片付けよろしく。あと朝ごはんの用意もね。いい匂い。いただきまーす。さっさとしてよね。デザートがまだなんだから。手紙にはなん。からの僕たちの行動は先生に。ああ、幽霊なんかいるわけないじゃん。僕は剣で切れるものしか信じないから。だ、え、君が怖いかと思って僕は。あのと、これだけ探してないとなるとここにはないでしょうね。じゃしょうがない。ちょ、本当にいたわけ？一体どこに。とても酒癖の悪い人だったようだね。なんでわかるの？ランゲの会。ん？あれ、あのおっさんついてきてないよ。ジェレミ、行きましょう。これだからおっさんは。あ、伯爵どうしました？どこか具合が。伯爵。君さっき食べ方をしたようだ。もういいの？はい、十分見せてもらいました、嬉しかった。近づいてくる何か。もらった。犯人を連行してきたよ。でも取引先がアフリカってだけで決めつけるのはちょっと無理がな。ねえ、でもジーメンスが毒を飲んだなら。黙れ、言い訳はいいよ。話は牢屋で言う。俺はやってない。本当にやってないんだ。いいか、グレイ伯爵。警察に任せましょう。主人が望む犯人、女王の執事。
グレー伯爵。あのクソガキいじめてやろうと思ったのに。しかもジーメンスは地下一人で行くなんて最悪。うまくいったようですな。みんな驚いてましたか。でかい声で喋んないでよ。うるさいな。目障りなんだよ。のろまなドイツが英国に追いつくって10年早いよ。ま、グレイ卿、フィップス卿も。お久しぶりです、ミッドフォード夫妻。ここに。それはこっちのセリフだよ。僕ら今回は女王。そしたら思いもかけぬ人物と遭遇して声をかけてみた。じゃあその誰かには感謝しなくちゃね。命の祈ってるよ、お互いにね。馬車ごとき一刀両断できてこそ一流の執事。このようなことがあれば女王陛下の憂いが深くなるだろう。ここは我々が防ぐ。怪我のない者はボートを下ろすのを手伝うんだ。そういえばあれは化け物。剣で切れるなら怖くない。ではいざ参る。女王陛下のお心のままに。